しかしこの鉄平も今みたいなバッティングじゃちょっと寂しくなりますね。当てただけ、腰引いて当てただけですから、鉄平もね32歳まだまだこれから頑張ってもらわないといけませんよね。さあベタンコートです。レフト線、平野はゆっくりホームに帰ってきます。ベタンコートは一塁ストップ、タイムリーヒットが出ました。ベタンコート4回の裏オリックス1点を返しました。新外国人ベタンコート、いいじゃないですか。はい、バットスムーズに出してますよ。そうですね、昨日オープン戦初出場で初ヒットを放ったベタンコート、今日は2戦目セカンドに入って出場して初タイムリーヒットを放ちました。いい感じで触れてますね。小さいですね、そうですね、後ろがね、